今俺見てなかったからどっちかわかんないんだけど、どっちだと思う。僕も見てなかった。宇宙船、宇宙船、宇宙船でしょ。正解は死んでんやないかい。呼ばれたら死んでんですか。この実況はニックとご覧のスポンサーの提供でお送りいたします。はい、どうもリプテンでーす。デレデー、はい、リンです。さあ久しぶりです。投稿してる前の段階の話をすると、うん、多分4ヶ月ぶり、4ヶ月ぶりです。これ4ヶ月ぶりだから死ぬわけだよ。危ないね。そうそう、ネギド飛んでくるわよ。忘れてた。今回はまた久々なんでタミヤルだけ。タミヤル。特になんかね、あいねなあのなんかあるわけじゃないけど、まあ、取れたらいいね。決定だからカルソでミキがやれば。そうだね。スカイリーなのよ。プロテインだね。だからどちらかというと中央管理区に意味がある。でもね。メインなんだろうな。まあ、まあ、そうね。お魚ぶりだから。あっ、ネギド。ハイブリーフ。だもん。そらこっち側にいるんだ。よく流れや。今、海外行きないからね。そうなの。離れちゃったから。まあ、あとほら、ミキがあと1レベル上がればさ。そうなのよね。ラストに使える。やっとのこと使えるから、それが使えれば。作るだけ作って、1、2以上放置されてるから、あの今思ったけど、今日もハゴさんは、実はさっき話したんだけど、うん、モチベがなぁって言ってたから、あ、無理してやるもんじゃないかってことに。あ、ネギド、ネギドのあれが、最初に過ぎて、意識が、ちょっとネギドちょっと通りますよ。頑張って、あ、もし、はい、押してくれれば、こっちで、こっちは対処する。ちょっと待って、なんか出てきた。いっぱい出てきた。やー行こうぜ。久々にやるとまず大絶対メキドに対策が取れない。忘れるっていう復活。あ、おはようございます。あ、なんかトラップあるの忘れて忘れてるね。あ、やべえだ。だってこれ混乱じゃねえ。混乱なんていらない。キップラを混乱したくていいな。いいよよ。混乱をする。あ、その辺に甘くてそうなんですよ。何も分かんなくなる。あ、俺らは、紛らない。紛らなかった。だけ今思えば、はい、痺れることは痺れる。確かに。そうだよね。もう、正直さ、この4ヶ月間の間でさ、うん、何してたっけ。え、そうさ、インフィニティの方やってた。インフィニティはやってたね。ちょっとレジとじいさんが来てもできることがないことが多いな。欲しいならできるだろう。大きくインフィニティ、インフィニティを始めた。インフィニティは本当にリリースされるべきだよ。なんか知りないよ。原作ちょっと本当にリメイクされるらしいわ。なんで普通、あれ回復しなかったの。あ、これこっちに、こっちにこれ置いてたのか。あ、こうか。こんなもの実況してるからさ。いや、この間、あれ全部上がりきって、カゴの鳥が。カゴの鳥は、そうなの。上がりきって、メンバーシップの方で、2人のやつ。はいはいはい、はい。上がって、ショートも上がった。もうツイッターにもあるね。なんか悔しいよね、あれ死ぬと。そう。あ、あーってなる。あー、これ。あれがいいんだよ。何も見えねえ、本当に。今日話しなかったけど、ここは。見えそうは、もうあれだな。やっぱずっと前からそのラジオの、もうほぼラジオじゃん、話してたり。もう喋ってるだけだもん、外に。だからもう、今の我々の近況報告をする場にさ、一番適してるのかもしれない。問題なのがさ、もともとさ、この PS をさ、ハコさんと始めたじゃない。うん。ハコさんが確実に2人を超えるのよ。ハコさんのレベルを2人が超えちゃうの。あの人何レベルだ今。150いってたっけな。100じゃないかね。超えてそうだよね。うん。
もともと200レベってやつだけど、モチベってもう1年以上モチベが戻ってきてないから。いやだね、だめ、まあ、このゲームでモチベ続けるのはでも難しいと私は思うんですよ。1年間だってあの、陸天の釘を見てた上で言うもん。1年間ミラーやったらでもいいよ。うん、もうやらなくて、やらなくていいと思う。出ないもんは出ないし、無理なもんは無理だよ。あれで出ないんだったらもう、まあ、いつか、ね、みんなのモチベも下がる、このゲーム。なんねー、危ない、いろいろと危ない。ショートも上げたりとかしてるからさ。ほい、あー、またまたあれやるのはきついな。ミラもしまたミラやるんだったら、俺もやっぱ200レベルの状態でやるかな。まあ楽なスネークの方が正解するにも精神的には来るけどね。うーん、うまみがないから。おお、怖いんだよ、終わらなくて。エピソード2全部やるか、わからん。え、マジで早くて2時間、遅くて4時間。フルート足りるかな。あとで買えばいいや。200レベルに戻してこようかな。あ、でもあいつ今何も持ってないんだよな。全部募集されてるんだ。ゆうか、だって怖いってでももう一人のやつに行ってるから。そうそうそう、あ、そういうことか。でもあいつアルティメットいけるね、90レベル。あいつね、200の存在。200なんとか、あ、やだ、むずいか、確かに。うん、まあ戻せるいいですね。からゴミ捨てたものはなんだ。ででカスタムレジャー多分、スポさんともやりたいんだけどな。あの人いるだけで楽なのは楽じゃん、めちゃくちゃ。そうだって、バフが回復量が違うもの、まず食らったとしても。ただやってることがやっぱね、一つだからさ、つまらないんだろうね。魔法ぶっ放してるだけっていうのも、そうだね、やってる側からしたら退屈やもんね。そういう仕事だからね、なんとも言えないよ。PSO 見に来てる人、これ PSO やってるだけなの。そうだよPSO やりながら別のゲームはそれだけだよ。雑談してるだけなのね。目標なんてないもの。目標何言うの。目標を作ったところで、あ、ね、1回で終わる目標じゃないからさ。日本人がいない。僕が全部カタカナだったね。僕あ何のことかな。僕が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 。あー、ネルさんたまらねえ。心配ネルさんだったんだよ。オッケー、僕も混ぜて。ずっと立ててもいいもんな。あい、あ、色違いってレベルじゃないんだけど、俺の場合形が全然違うんだよ。よく手に入れたよね、これね、マルチでね、頑張ったよね。マルチだぜ、マルチ。捕まった。誰がどれ使うんだろう。ミキンが B 使って、ちょっと待ってもらって、俺が B 使って、クミさんが A。 ミキンだって、はい、あっちか。こっち上がってきた。よし、やれ。ゾーッバカ野郎。はい、ミス。よいしょ。死なかな、死なんか。ダメダメダメやで。これか、なんでさっきのこれだ。あ、わかった。あれは今ピグレイにペンってやってやるって無敵時間が反映した。やられたな。参戦にやったけど、まっさり終わるもんね。久々にやって思うこと、エピソード2は事故る。そうね、安定の事故。どうする、エピソード1に戻る。あれ、うん、あ出た出たんだけど、もう一本。え、どういうこと。あっさり出たんだけど出た。属性は属性ゼロ、強くはないけど。無事じゃん。そっちめっちゃ強いな。メザ持ったくせ。オッケー。でもまたってやっぱカトリナ出ちゃった。何このあっさりと。なんだよ、フラグか。なんか多いよな、そう、なんかさ、
やってみたらあっさり出るっていうの。あっさり気意外とあるから、で出やすいのかな。そんなことはないよ。あ、そうだ、スカイリーにしたくて。あ、間違えた。どうして、ごめん、もう一回選択肢。どうしよう、どこ行くの。どこでもいいよ。スカイリーで欲しいもの、チオカリクなんですよ。ホワイティルのジョキャラ持ってこうかな。俺キャラクター間違えたんだよ。誰ちょっと一回戻って、いいよ、しこっちにするわ。じゃあホワイティルだから、ティン、リプ、リプティン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 登場。ジョキャラにするとこのキャラクターがいいって言ったの。なんて言ったってエピソード3のキャラだから。いないけど。この実況はニックとご覧のスポンサーの提供でお送りいたしました。